出かけたルルでしたが、結果は最悪。もうすぐ夕方なのに一匹も釣れません。どうしよう。エイミーとモーガンにたくさん釣ってくるって言った以上、一匹でも釣らなきゃ帰れないわ。そこへ通りかかったのはバナナ君たち。釣り上手な二人は今日もたくさん釣れました。やあルル。やあルル。こんにちは。釣れた？それが一匹も釣れないの。僕たちは釣れたよ。ほーら、まあ、釣り方を間違えてるんじゃないの？そうだ、教えてあげる。そう？ちょっと貸して。釣り糸はこんな風に投げるんだよ。よいしょと。投げたら5つ数えるんだ。1、2、3、4、5。数え終わったらリールを巻く。まあ、やってみて。やってみるわ。でも、あんまり自信ない。なった。おっと。いいね、その調子だよ。じゃあね。ありがとう。1。うん、もしかして同じこと考えてる？多分ね。いたずらしちゃう。バナナ君たちが隠れているとも知らずに、ルルはそこへ釣り糸を。B1 早く任して。 B2 C5。 リールを巻き上げたルルはびっくり。わー、やった、やっと魚が釣れたわ。こんなにうまくいくなんて。でもルルは一匹で満足せず、また釣り糸を投げました。早く B1。 今度は前よりずっと大きな魚だ。効いてるわ。もうすごい力だわ。ああ、また釣れちゃった。それもこんなに大きな魚が釣れた。はい、モーガン。どう？見て、今釣れたの。すごいよ。魚釣りなんてとっても簡単。え？釣り糸をね、こうやってできるだけ遠くへ投げるの。お、来たよ。急がなきゃ。投げたら釣り竿をゆすりながら5つ数えるの。1、2、3。 B は急いで。急いでるよ。ゴー。かかった、モーガン手伝って。よし。すごい力。これじゃきっとすごく大きな魚だ。サメかもしれないわ。大きなエビだといいな。もう少しよ。そんなに引っ張らないでよ。ルルったら釣り針に餌もつけてないんだもん。ルルが2人にお魚を返すと、バナナ君たちは騙したお詫びに餌のミミズをたくさんエイミーにくれ、魚がいっぱいいる穴場も教えてくれました。穴場はあっちだよ。じゃあ行きましょう、モーガン。行こう行こう。じゃあね。バイバイ。モーガン早く。二人は夜になって家に戻ってきました。ダンダダーン。見て、二人で釣ったの。うわー、大きい。今度は自分たちだけで釣ったのです。こんなに大きな魚もかか